はい、おはようございます。どうも、Kチャンネル、Kちゃんです。いやー、ヒゲ濃いって、うん、はい。ということで、今回は、なんとですね、チャリドと、5で、今回、玉野、やっていきたいと思いました。なので、ちょっと買い目はちょっともう事前に買ってあったものからちょっと紹介して、またするんですけども、今回はやっちゃいましたー。あと、満車券の動画もありますので、またそちらもご覧ください。それでは、レッツ、チャリロト。下げます。1番の外田が追い上げて、4番手、山中を決めに行くか、踏み込んでいきます。小川健人を抑えて1番外田、4番今野、瀬戸内で前に出た。九州勢が中段に収まった。千葉勢は6、7番手やや縦長打賞、2、3番手は間が1写真、5、6番手は2写真間を山中開けています。同県先輩中村博士を連れて打賞4コーナーロングかまし打っていく。2番の中村博士が離れている。1番の外田が2番手はまった。2番の中村博士は突き切れず交代。瀬戸内が2番手、3番手、短期がましを山中を追っていきます。1番の外田が第2戦区を追っていく。4番、今野、5番の小川が4番手、2番の中村博士、5番手が内にコースを変えた。4コーナーが直線、7番、山中先頭、山中先頭、番手1番、外田、間から最後、5番車、小川健人。最後を突き抜けたのは小川健人です。決定をお待ちください。4番手が直線、真ん中のコース、山中、外田の間が突き抜けました、小川健人です。2着争いですが、小川健人から外田慎と5番、1番、あとは3着どちらでしょうか、内と外、3着争いはどうでしょうか。4番車、今野選手優勢、5、1、4の順番、小川健人、外田慎と今野大輔です。決定をお待ちください。はい、第8レース、ライブでご覧いただきました。このレース、一旦前を取ったように見えた外田選手なんですが、5番抵抗、朝倉ラインが上がって1番、九島が合わせて前へ前へ踏み上げて残り2周、先頭に離れ6番、吉田が突っ張ったが、その上から九島、犬吉、九州勢が前に出て、そこを外から一気にスピードを上げて、朝倉が打賞前で前に出ます。九島下げて4番手打賞、6番吉田は6番手縦1列です。3番朝倉がマイペースに持ち込むか、7番佐藤、4番長田、1番九島、5番の犬吉、6番吉田、2番吉本、縦1列。レースは残り1周です。ジャン前から先行体制の朝倉が逃げます。1番九島、4番手、6番の吉田、6番手中段後方で回るか、2コーナー6、7番手、6番吉田、2番吉本、瀬戸内勢、吉本突き切るか、瀬戸内勢のまくり上げ、2番手佐藤が持っていいか、外へ2人とも流れた。内が空いたところ、4番長田が切り替え、1番九島外へ出した直線コース、切り替えて外から1番の九島が一気に追い込んできました。5番、4番2着微妙、あと2番3番の4着争いもどうなのか、どうぞ決定放送お待ちください。吉田のまくり、7番佐藤が止めに行きましたが、共に外へ流れて、内のコース切り替えた長田、直線はその後ろから追い込んだ九島です。2番手争いは外5番の稲吉です。入着順は1番5番4番あと3番2番の4着争いどうでしょうか。なお審判からの正式な決定アナウンスをどうぞお待ちください。9レースをお伝えしました。第9レース S級 予選競争ご覧いただきました。昼対昼、中四国勢の外に東北勢が並んできました。2センター、今度は三好柴田の関東勢が東北勢と間を少し空けて様子を見ています。4コーナー回って先頭への後ろが蛭田と高谷が並走状況で残り2周です。内側から蛭田が突っ張りにかかる。先頭に離れました。外から高谷が蓋をしました。2番の蛭田は下げて3番手。下げて打賞前6、7番手から4番三好、1番柴田。関東勢がそのまま高谷ラインを抑えに行きます。打賞先行の4番三好、7番の高谷は下げて3番手。車間を空けて2番の蛭田は5番手です。2センターから仕掛けていった。4番の三好がペースを上げ切る前に、早い仕掛けで2番蛭田総一郎、ライン3番で6番の室井隆二が離れてしまった。
関東勢が3、4番手、幅って6番、室井は離れ5番手、7番高谷、3番佐藤、東北勢は元一、6、7番下がっている、2番手、3番手、間が2車身、第2先行の4番、三好、3番手から前の蛭田、北村コンビを追いかけますが、まだ距離湧いている、4番手が1番、柴田が内にコースを変えた直線コース、2番、蛭田先頭、5番の北村、迫って並んだ、並んでゴールか、4番、三好は3着です、決定をお待ちください。ヒルタの反撃が早く叩き返して先行、北村時弘がじわじわと差を詰めて並んで最後一伸びどうでしょうか。ほんのわずかにかわした雰囲気、5番2番4番の入着か、わずかにかわした北村時弘、5番2番4番です。北村時弘、ヒルタ総一郎、三好圭一郎、決定をお待ちください。10レースでした。残り2周回、先頭が離れて成松が前に出てスピードを上げた、そこをめがけて5番島川がぐいぐいと踏み込んで打鐘前の1センター過ぎて前に出ました、下げて6、7番手、4番牧田、3番石毛、千葉勢が再度また先頭を取り返す、打鐘3コーナーで並びは元に戻った、5番の島川下げて3番手、2番の成松が6番下がってしまった、少しだけ縦長になり始めています、4番の牧田が後ろを確認流しています、5番の島川3番手、2番の成松6番手、縦1です。最終周回1コーナーから4番牧田がスピードを上げていく、3番の石毛、5番の島川3番手、2番の成松6番手、最終2コーナーして3番手から5番島川の反撃です。千葉勢を3コーナーで捉えるか、5番の島川がまくり返す、1番の三宅達也、6番の正春もついつき消えるか、4コーナーが直線だ、2番の成松大外持ち出した、1番三宅達也、迫るが振り切って513の順番です。島川正樹です。審判の決定をお待ちください。3番手キープから最終2コーナー過ぎ、まくり返した島川正樹、三宅達也、このワンツー、あとは3着には牧田マーク、ゴール前かわした石毛選手です。競争得点100点台上位3人、点数順で5番、1番、3番です。島川正樹、三宅達也、石毛克幸です。11レースをお伝えしました。6番坂本牛を切り替えた、残り2周、先頭に離れました。3番の神奈川前に出て内側千葉勢は下げて、6、7番手から7番隅田、1番小倉の中四国勢は千葉勢の外、並走状況から踏み込んでいきます。7番隅田が打鐘先行に出ました。1番の小倉、中四国勢が前に出て、3番の神奈川、6番坂本、九州3、4番手、4番竹内、5番手で2センター、6、7番手、5番岩本、2番和田健太郎、千葉コンビが一気にいった。最終ホーム手前で叩き返す、先手を取り返した、7番の隅田は下げて3番手、3番神奈川5番手、4番竹内は7番手です。3番手から7番車、隅田が潜り込んで2番手、和田のところ飛びつく、2番手、2番7番並走、5、6番手、3番神奈川、6番坂本健太郎、九州勢が一気にまくるか、5番の今本先行、3番神奈川が2センターでまくり切った、4コーナーが直線、3番神奈川5番手まくり、6番坂本健太郎、3着は2番車和田健太郎、3、6、2の入着順。決定放送お待ちください。5番手から鮮やかなまくりを決めた神奈川タイトに坂本健太郎、3着には岩本を番手、隅田に絡まれながらも立て直した2番車の和田健太郎です。3番、6番、2番です。神奈川タイト、坂本健太郎、和田健太郎、3、6、2の入着です。どうぞ決定アナウンスをお待ちください。最終レースをお伝えします。